さあ双方工事の方向変わりまして、これより第2クォーターに移ります。琉球はメインスタンドから見まして向かって右から左に攻める形に方向が変わります。琉球自陣30ヤードからサーダウン9、パス不成功。クォーターバック7番中央切れ込みました。ワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、このパスはコントロールミス、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。琉球フォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。アイランズはリターナーを1枚セットしました。このパントはコントロールよく、クラブアイランズ陣23ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。失礼しました、ボールオンはクラブアイランズ陣18ヤードの位置となりました。パントはその成否によりまして大きく陣地挽回あるいは陣地交代を招くそのプレーとなります。ここは琉球見事にこれを決めまして大きく陣地を挽回する形に成功しています。アメリカンフットボールは陣地そのものは勝敗には全く関係がありません。アメリカンフットボールは点取り合戦です。しかし陣地そのものは失敗をした際、そして何らかのミスが生じた際の失点、得点になる可能性を表すバロメーターになります。このような形で陣地の位置を確認いただければ幸いです。さあ攻撃権が変わりまして琉球のクラブアイランズを攻撃、ボールオンは自陣23ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。さあここでトラブルが発生しました。ラインから投げ出されたボールをスナップされた際にクォーターバック低かったためこのボールをファンブルしました。なんとかクォーターバックを抑えておりますが、結果的に約3ヤードのロスになっております。ボールを持った選手が倒れた時点までが攻撃1回となりますので、交代した状態で倒れた場合ロス、つまり後ろに下がる形になります。クラブアイランズセカンドダウン13、ボールオンは自陣20ヤード。さあここでクラブアイランズはスクリーンパスを投じました。スクリーンパスはディープパスを投げると見せかけ、ディフェンスをラッシュ入れた状態で手前にいるランニングバックにパスをし、ランニングバックブロッカーを生かしたキャッチアンドランのデザインプレーです。これにより一気に状況挽回を図らんというところでしたが、これはしかし琉球も見事対応しておりました。ゲイン4ヤードにとどめております。しかし見事スクリーンパスを決めました、ゲインを果たしましたのはクラブアイランズ44番の堀田、京都大学出身のバイスキャプテンです。さあクラブアイランズサーダウン9、パス不成功、ナイスパスカット。ここでアイランズはパスにより突破を図るところでしたが、ディフェンスラインがこのパスをリフレクト、弾いたボールをインターセプト、99番仕掛けましたがわずかにそれは届かずパス不成功に終わっております。しかしこれによりましてアイランズはフォースダウンに変わります。アイランズフォースダウン9、パントフォーメーションに変えます。琉球リターンに入った、ナイスリターン。琉球果敢にもリターナー29番これをキャッチしまして右サイドライン際を切り上がり、相手陣30ヤード付近でボールデッドとしました。この位置から琉球の攻撃に変わります。パントによる陣地挽回をそこからリターンで返しまして、そのパントを無効にする形に成功しましたのは琉球29番の中村です。城西大学出身。さあ琉球は相手陣に入った位置からの攻撃です。相手陣33ヤードから琉球ファーストダウン10、
パス不成功。琉球まずこの最初のプレーはパスから入りました。ターゲットは3番でしたが、このパスをキャッチミス、パス不成功となっています。 MRGN 様メッセージありがとうございます。アイランズ頑張って、アイランズの応援メッセージです。アイランズも現在奮闘しております。状況突破図らんと展開しておりますが、現在はまだ難しい状況にあるようです。さあ、しかしディフェンス陣は今季もアイランズは好調です。琉球このディフェンス陣突破なるでしょうか。琉球相手陣34ヤードからセカンドダウン10。パス成功。ナイスキャッチ、ファースター。クォーターバック7番、左ロールアウトから中央切れ込んだワイドレシーバー、21番にロング27番にロングパス。27番アイランズディフェンス陣が殺到する中、これを見事にキャッチしまして、大きくゲイン、琉球ファースター。素晴らしいパスを投じましたのはクォーターバック7番の藤原、それを取りましたワイドレシーバー29番は中村でした。さあ、一気に相手陣5ヤードの位置に入りました。琉球ファーストアンドゴール。これはアイランズナイスディフェンス。琉球ここで3番にキャッチさせ、そこからキャッチアンドラン図りましたが、これは琉球失礼しました、アイランズ25番9番が対応しまして、このパスによるゲインを1ヤードにとどめております。粘りあるディフェンスを見せましたのはアイランズ9番の砂川、手塚山大学出身、そして25番の米沢です、鳥取大学出身のプレイヤーです。しかしまだ琉球優位な位置です。相手陣4ヤードからセカンドアンドゴール。タッチダウン。琉球ここでショットガンフォーメーションからクォーターバック自らが QB ドロー、相手の意表をつくように中央突破しまして、そのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。琉球クォーターバック7番藤原の QB ドローによりましてタッチダウンし、6点追加となっております。さあ、そして琉球はここでトライフォーポイントは2点を狙います。2ポイントコンバージョン。このパスは不成功。この距離をパスにより突破図らんというところでしたが、これはアイランズ譲らず、このトライフォーポイント失敗となっています。6点止まり、琉球ガーデンライオンズ12点、クラブアイランズ0点となっています。しかし琉球が堅守を誇りますアイランズのディフェンス陣をこじ開けるように得点を重ねております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。さあ、琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。さあ、これも短いキック、アイランズリターンに入ります。リターナー85番、自陣28ヤード付近の位置を確保し、この位置からアイランズの攻撃に変わります。さあ、アイランズ反撃になるでしょうか。ボールオン自陣27ヤードからファーストダウン10。
さあまず中央のランプレーを展開を図りました。何枠42番の突進力を期待しましたが、これは琉球ディフェンス陣を踏ん張りましてゲイン2ヤードにとどめております。キャリア42番は山崎、滝川高校出身のキャプテンです。クラブアイランズセカンダウン8、パス不成功。クォーターバック11番、左に展開した85番へのパスでしたが、このパスはオーバースローです。パス不成功となりサードダウンに変わります。琉球も徐々にこのアイランズの攻撃に対応でき始めているようにあります。クラブアイランズサーダン8、パス成功。ファースター。クォーターバック11番、左に展開しロールアウトからワイドレシーバー81番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースター。見事なパスを投じましたのはクォーターバック11番のハタブ、九州工業大学出身の52歳のクォーターバック。取りましたワイドレシーバーは81番の片瀬、関西学院大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権更新になりましてアイランズファーストアンテン、ボールオンは自陣40ヤード。ここでドロープレーを投入しました。パスの裏をつくようにこのランプレーを中央に投入しまして、ラニ枠42番、タックルを受けながら約3ヤードのゲインとしています。42番は山崎、滝川高校出身。クラブアイランズセカンドダウン7、パス成功。ファースター。クォーターバック11番、今度は左から、右から縦に切り上がりましたレシーバー85番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースター。ディフェンスにカバーされながら見事に競り勝ちキャッチしましたのはワイドレシーバー85番のプレイヤーです、寺崎、大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあアイランズは相手陣36ヤードに入りました。この位置からのファーストダウン10、さあ今度は中央へのランプレー、何枠42番、左オフガード付近をつきまして約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。ここはキャプテンの山崎がまず一つ目の手を入れました。クラブアイランズセカンドダウン8、ボールオン相手陣34ヤード。パス不成功です。ここで右に展開しておりましたワイドレシーバーにカールアウトパターンからパス走りました、レシーバーにパスを投じましたが、このパスキャッチできずパス不成功となっています。ディフェンス陣あるいはパスカットしていたかもしれません。パス不成功になりましてサードダウンに変わります。クラブアイランズサーダン8、
パス不成功。クォーターバック12番ロングパスを投じようとしましたがディフェンスのプレッシャーあり、ランニングバック42番にセーフティーバルブのパスを投じようとしましたがコントロール定めることできずフォースダウンに変わっています。ここは琉球のディフェンス陣がプレッシャーをかけまして勝ちました。クラブアイランズフォースダウン8。さあ最後の攻撃権ですがどのようにこの1回を使うでしょうか。プレーを敢行します。ここで8ヤードゲインしないと攻撃を打ちていますがあえていきます。アイランズフォースダウン8、フォースダウンギャンブル。パス成功、ファーストダウンギャンブル成功。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらにあったでしょうか。先ほどの反則はディフェンス側のオフサイドの反則でした。ボールが動く前に相手エリアに侵入していましたがこの反則はアイランズ取りません。先ほどのプレーを有効としまして攻撃権更新としました。したがいましてアイランズ相手陣11ヤードからファーストダウン点と変わります。さあ相手陣11ヤードからの攻防になります。クラブアイランズファーストダウン点。さあ中央へのランプレーを投じます。ラニマク42番の突進力によりまして約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。キャリア42番は山崎、滝川高校出身のプレイヤーです。クラブアイランズセカンドダウン7、ボールオンは相手陣8ヤード。さあ攻撃権更新までは7ヤード、しかしエンドゾーンまで8ヤード、いずれにしても絶好のポジションです。琉球これを防げるでしょうか。アイランズ決めることになるでしょうか。パス不成功。クォーターバック左に展開していたワイドレシーバー25番にパスを投じましたがこれは琉球ディフェンスカバーよくパス不成功になっています。クラブアイランズサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン7、ボールオンは相手陣8ヤード。ここでアイランズはスプリントドローを展開しました。クォーターバック左に流れながらその裏を突くようにランニングバック42番にハンドオフ。42番そこから一気に中央切れ込み相手のディフェンスの強を突くようにエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。クラブアイランズ6点獲得です。見事タッチダウンを決めましたのはランニングバック42番の山崎、滝川高校出身のチームキャプテンです。キャプテンがまずここで反撃ののろしを上げました。そしてこのトライ4ポイントはキックで狙いましたがこのキックはゴールポストに弾かれまして失敗となりました。6点止まりです。6点止まりです。クラブアイランズ6点、琉球ガーデンライオンズ12点となっています。しかしここでイエローフラッグ反則が発生している模様です。
オフェンス側アイランズの方に、イリガルフォーメーションの反則があった模様です。しかしこの反則を琉球は取りません。先ほどのキック失敗を有効という形で、終わらせました。従いましてクラブアイランズ6点止まりとなっています。クラブアイランズ6点、琉球ガーデンライオンズ12点となっています。なぎさま、Go for RGL のメッセージありがとうございます。琉球、このシリーズは残念ながら失点という形になっておりますが、まだ現時点は優位な位置を保っております。この配信は X2West、X3West 全19チームの合同企画によって行われております。さあクラブアイランズのキックオフで試合再開となります。琉球リターンに入ります。琉球自陣30ヤード付近からの攻撃となりました。さあ前半残り時間は1分を切っておりますが、この状況からの琉球の判断を期待しましょう。ボールオンは自陣31ヤードの位置にあります。琉球ファーストダウン10、ここでホイッスルが鳴っています。試合再開です。琉球ファーストダウン10、ボールオンは自陣31ヤード。パス不成功。まず右に展開しておりましたレシーバーにパスを投じましたが、レシーバーとのタイミング合わずパス不成功となっています。前パスは失敗しますと時計が止まりますので、ここで残り時間は52秒と変わっています。琉球セカンドダウン10、ボールオンは自陣31ヤード。パス成功、ファースター。ここで再びパスプレーでした。このパスをアイランズパスカットしたのですが、その浮いたボールをアイランズ14番キャッチ、従いまして前パスは成立しまして、そこからキャッチアンドランし14番ハーフウェイに前進しての攻撃権更新です。琉球ファースター。ここで琉球が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。琉球このままプレー間の時計クロックが回ることを防ぎまして、ここでタイムアウトを取りました。この配信は X2West、X3West 全19チームの合同企画によって実現いたしました。多くの方々のご寄付ご支援によりましてこの配信は成り立っております。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この配信による活動によりまして、私もこのアメリカンフットボールをさまざまな形でご提供する形、撮影することができるようになりました。X2、X3 のみならず、地方学生、そして甲子園ボールトーナメントに至るその各リーグの戦いも取ることができたのは、この企画のおかげだと思っております。さあ、試合再開です。琉球、ハーフウェイからファーストダウン10。前半残り時間は42秒。パス不成功。クォーターバック7番縦に切り上がりましたレシーバーにパスを投じましたが、わずかにショートしておりパス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。
3U 様の頑張れメッセージありがとうございます。さあ琉球、ここでその声に応えることができるでしょうか、あるいはアイランズがここで踏ん張るでしょうか。琉球セカンドダウン10、パス成功、再びパスプレー、中央に切り込んだ3番へのパスでしたが、3番芝に足を取られたかスリップしましてパス不成功となっています。琉球サードダウンに変わります。さあまずはここの攻撃権突破が図りたいところであります。琉球残り時間は33秒、琉球サードダウン10、クォーターバック7番パスを投じようと下がりましたがプレッシャーありましてスクランブルに変わりました。相手の裏を突くように約7ヤードゲインとなっていますが攻撃権更新には至っておりません。ここでホイッスル、琉球ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。エンドゾーンまでまだ40ヤード強というところですが現在琉球の攻撃最後のフォースダウンに変わっております。タイムアウト解けましてこれより試合再開です。琉球フォースダウン4プレーを敢行します。フォースダウンギャンブル、さあ4ヤード突破を狙うかあるいはエンドゾーンを狙うか。QB サーク、ここでパスを投じんと下がりましたクォーターバック7番をアイランズ75番が殺到しました。 QB サーク、パスを投じる前に仕留めフォースダウン失敗と変えました。これによりまして4回目の攻撃失敗により攻守交代に変わります。しかし見事 QB サークを果たしましたのはクラブアイランズ75番の折田、龍谷大学出身のプレイヤーです。184cm、110kg の巨漢がここで大きな仕事を決めました。攻撃権はクラブアイランズに変わります。クラブアイランズファーストダウン10、さあ攻撃を展開する、パス成功、アイランズもこの残り時間少ない状況ですがここでタッチダウンを上げて一気に状況を逆転させたいと目論んでおります。さあこの残り時間6秒をかけた攻防非常に面白くなります。クラブアイランズ相手陣45ヤードの位置からのセカンドダウン10、ここでクォーターバックは左ロールアウトからディープゾーンへのパスを投じようと目論みましたがこれを琉球92番が襲いかかり QB サーク、パスを投じる前に仕留めここで前半終了となっています。見事 QB サークしたのは92番のゲイブ・エルバーズです。前半戦終了となりましてクラブアイランズ6点、琉球ガーデンライオンズ12点で琉球がワンタッチダウンリードする形でこの試合前半戦終了となっております。